どうも、みやっちです。よっすー。今回は久々に、ジャンクを使って、格安のゲーミング PC を作ろうっていう企画です。ジャンク品などを使いますので、再現性自体は難しいですが、あくまでロマン重視ということで作成します。まあこういう GTX1660 スーパーを修理したり、まあ CPU やマザーボードも格安でゲットしたりしてるので、そういったものを作ろうと思ってたんですけれども、まあ良くても7世代の i3 や4世代の i7 とか結構古めのものになってしまうので、今回目標としては、ロマン重視で今でも使えるゲーミング PC、かつ Windows 11対応のものを作ります。なので今出してるものは使いません。で、さらに縛りとして予算を1万円以内に収めようと思います。まあその理由としては、当チャンネルのチャンネル登録者数が1万人も突破したということで、まあうまくいけば最終的にプレゼント企画に回そうと思っております。なんだかんだで半年ぐらいパーツを選びました。まず CPU が Core i7 の 8700K。 こちらジャンク品購入で2500円で購入しました。これは一応動作確認できております。6コア12スレッドで Windows 11も対応です。で、マザーボードが TAF Z390 プラスゲーミング。以前の動画でピン曲がりがすごく、そしてサビサビの個体のやつですね、水洗いして直ったものです。で、メモリーが DDR4 の 16GB 1枚、1500円。これ動作未確認で購入したんですが動かなかったので、後ほど 4GB 2枚に変更してます。次にグラフィックボード、こちらは ASUS の GeForce GTX980 です。性能としては GTX1660 と同等ぐらいの性能を持ってます。まあジャンク品ですが性能としては十分だと思われます。で、次はストレージ、 C ドライブに SSD128GB を使います。で、次に D ドライブにハードディスクの 500GB を使います。 SSD が1000円、ハードディスクが480円です。で、次に電源ユニット、こちら中古品購入なんですが500円で購入しました。 AC ベルの 500W 電源です。必要容量電源は足りてたんですが、電力を分けるような仕組みだったので、後ほどクロード指向の 500W 電源に変更しました。で、CPU クーラーはご自由にお持ちくださいに入っていたピンが折れかけの CPU クーラーです。まあディープクールのもんで、サイドフローのものですね。ちょっとあまり冷えないので、後ほどサイズの300円で購入した無限に変更してます。まあ一応動作確認はこのディープクールのものを使います。では一旦 CPU を乗せましょう。一応これで動作確認できてないのはメモリーぐらいなんですよね。まあ一旦症状としては変わってる可能性があるので取り付けしていきましょう。で、このメモリーが動けば 16GB で良かったんですけれども、まあ残念ながら動かなかったので 4GB 2枚に変更してます。で、動作確認だけなので、このディープクールのクーラー、こちらは取り付けし起動確認を行います。で、後ほど冷却性能的に足りないと思ったので、後ほど300円で購入した無限3に変更します。さあ動いてくれよ。ランプはついてね、通電の確認はできてます。やばい、つかん。残念ながら 16GB 動かなかったんで 4GB 2枚、こちらで起動確認ができました。これで1000円ですね。そしたら起動確認ができたので、グラフィックボードのメンテナンスを行います。外装が結構汚れていたので、無水アルコールで綺麗に取りました。あと値札もついたままだったので、このシールも剥がしておきましょう。では裏で掃除を行っていますので、その間に構成の再度をお伝えです。PC ケースだけ無料で引き換えとかもあったので、さすがに0円はいけないので100円換算します。で、一応動画上こちらで換算してますが、次回は PC ケースや外装を変えて見た目を綺麗にしようかなとは思ってます。なので今回 PC ケースはこの動画には紹介しません。ちなみに OS 自体もマザーボード認証があったので、そのデジタル認証を使用します。なので OS も付きになってます。では清掃動画に移ります。グラフィックボードも結構汚れが多くて、無水アルコールで落とします。このグラフィックボードがバックパネルがついているので、その下側の部分、意外に心にホコリが溜まっていました。やはり全分解しないと取れないところなので、意外に汚れが溜まりやすいがちなんですね。ちょっと定期的にグラフィックボードもメンテナンスを行いましょう。じゃあ軽く無水アルコールとかで綺麗にしたので、あとは取り付けですね。ネジをもっとあったように取り付けを行います。あと位置とかは間違ってない確認しながら行いました。まあ一連全分解と清掃と、また元のように戻すって流れです。で、GPU のグリスも新しく MX4 を塗布します。で、一回取り付けし、どれだけ圧着してるか確認します。ちょっとこれだけだとグリスが少なかったので、もう少しグリスを増やします。
ではこれで元にネジを4箇所と締めるだけですね。これで固定完了です。改めてメモリーの紹介です。クルーシャルの DDR4 とサンマックスの DDR4 メモリー合わせて 8GB です。で A2 スロットと B2 スロットに取り付けします。で無限3ハードオフで300円で購入したこちらのクーラーも取り付けます。 i7-8700K は意外に TDP も 95W あります。でこちらのクーラーも TDP いくつまでかわからなかったんですが、まあ、サンディーブリッジの世代のもので i7 まで対応してたので、まあ問題なくここら辺なら冷やせるかなと思ってます。最近だと取り付けやすくなってるんですが、この無限3はかなり取り付けづらいんですよね。こんな感じでバックパネルをつけて合わせた後にまた上からネジ締めしないといけないって形です。ちょっと面倒ですね。さらにファン固定のこのグリップもなかなか取り付けづらく、結構固定するの大変でした。で今回は PC ケースに取り付けず、長尾製作所のオープンフレームに取り付けて性能の確認を行います。スイッチオン。はい、無事にファンは回り出しましたね。そしたらバロラント中設定でフレームレート上限解除して行っております。1戦あたりのフレームレート平均は大体270ぐらいのフレームレートですね。一応終盤の方に向かいますと大体フレームレート自体260まで落ち込みましたが、最低フレームレートは 165fps、 最高フレームレートは 382fps です。意外に8メガメモリーでも問題なくできそうですね。で最後のコンセンジでも、まあ、240は切ってなかったので、まあ、問題なくは滑るかと思います。次は APEX の競技設定。上空だと 100fps ぐらいに落ち込んでいますが、まあ、地上に降りてから測定し直すと室内だと大体 170fps ぐらいは出てますね。なぜか味方がみんな離脱してしまったので今1人しかいないんですけど、まあ、広いところに出てもフレームレート平均は140は下回ってません。1万円の構成としてはかなり頑張っているんじゃないでしょうか。最低フレームレートが 93fps、 最高フレームレートは 231fps です。で実際の戦闘シーンのところでもフレームレート平均は146で落ち着いてます。ただメモリーが 6GB 使ってるのでギリギリですね。次にフォートナイト。 3D 解像度最大、パフォーマンスモードで測定を行っております。まあ上空だと大体140ぐらいのフレームレートですね。少し音がうまく入ってなかったので無音で申し訳ないんですけれども、まあ、実際の戦闘シーンでも地上に降りてからだと190ぐらいは安定して出ています。やはり結構安定性があって、最低フレームレートが 114fps、 最高フレームレートが 291fps です。ただこれ戦闘シーンが進むにつれて平均フレームレートは落ちていって170に一瞬落ちることもあるんですが、基本180前後を行き来してます。まあ144以上は安定して出てるので、まあ問題ないと思われますね。そしたらこちらで実際にゲームの性能確認できたので、まあ次回 PC ケースとファンを取り替えてゲーミング PC 化にしようかなと思ったんですが、なんとここで悲劇が、ちょっとノイズが出るようになりました。マザーボードがよく CMOS クリアされてしまうので、もしかしたらマザーボードの不良かと思います。でマザーボードを変えてグラフィックボードをモッツにかけてみたところ、特にモッツ自体はエラーは何もなかったんですよね。なのでグラフィックボードの原因かなと思ったんですが、マザーボードが怪しいみたいですね。ちょっとどう対策するか考えます。もし原因わかる方いたら教えてください。一応マザーボードと電源ユニットを新品に変えて、で PC ケースもちょっと変えようかなと思っております。まあ一応綺麗にして完璧な状態でプレゼント企画としてお渡ししたいなと思います。まあ、次回の動画の後に、まあ、プレゼント企画の詳細に書いてお話ししたいと思います。それではお疲れ様でした。また次の動画で会いましょう。